はじめまして、私はラムです。今日は私の高校生活について話したいと思います。今私は高校3年生です。私の高校1年生はすっごく楽しかったです。私の部屋は男の人は2人があります。そしてあの人は私の親友になりました。でも今は5人がありました。高校1年生は学校と日本へ行きました。初めて遊戯を見ました。すっごく嬉しかったです。私の高校2年生は、忙しかったです。いろいろなイベントがあります。例えば日本のキャンプとかクリスマスのイベントとか七夕の日とか、とっても疲れかったけど楽しかったです。新しい友達を知りました。さらに新しい経験をもらいました。そして私の高校3年生もすっごく忙しいです。日本のイベントとかフェスとか大学とか、そして日本の試合とかいろいろなあるから、すっごく疲れかったです。でも楽しかったです。実は今私は拓真大学を入りました。すっごく嬉しかったです。じゃあこれは私の高校生活についてのスピーチを終わります。